フレデリック・シー・オド・アルバート・ディー・リアスは、イギリスの作曲家。本名は、フリッツ・シー・オド・アルバート・ディー・リアスである。かつて、日本語では、デリアスと表記されることが多かったが、三浦敦氏の解説などを通して、より原音に近い、ディー・リアスが一般的となった。イングランド北部の裕福な商人の家庭の生まれであったが、ディー・リアスは商売の道に進みたがらなかった。 1884年には、オレンジのプランテーションを運営するために、アメリカのフロリダ州に送られるものの、仕事を放棄した、彼は、黒人音楽に、眼起されて、作曲を行うようになる。1886年からしばらくはドイツで正式な、音楽教育を受け、パリに移って、職業作曲家としてのキャリアを開始した。その後、遠く離れない、グレシュル・ロワンに今日構え、 その地で妻のイエルカ・ローゼンと共に大戦時を除く生涯を過ごした。デ D ・リアスが最初に成功。祖国のイギリスにおいては、トーマス・ビーチャムが作品を取り上げた1907年より、彼の音楽は演奏会のプログラムの常連となった。ビーチャムの貢献は1909年のロンドンにおける人生のミサの全全曲初演。1910年のロイヤル・オペラ・ハウスにおけるオペラ。 村のロメオとジュリエットの助演、1929年の6日間に、渡る、ディーリアス音楽祭の開催、また多くのディーリアス作品の蓄音記録音などがある。ディーリアスは、パリ時代の初期に梅毒に感染し、1918年からは、この病に苦しめられることになる。彼は、体が麻痺するとともに視力を失ったが、 大筆者のエリック・フェンビーの助けを借りて1928年から1932年の後期作品の作曲を行った。D ・リアスの初期作品に見られる叙情性,性には彼がアメリカで耳にした音楽とリハルト・ワーグナーや彼と親交があったエドバルド・グリーグなどのヨーロッパの作曲家の影響が見られる。その後彼は自らの技法を確立していき、 オーケストレーションや反音階的化成法に特徴付けられる独自の様式を築き上げるに至った。ディーリアスの音楽の人気には上がり下がりがあり、しばしば批判の的にもなっている。1962年に彼の熱心な支持者らが設立したディーリアス協会はディーリアスの生涯と作品に関する周知活動を続けており、毎年若手音楽家に授与される。 ディーリアス賞のスポンサーにもなっている。ヨークシャー、ブラッドフォードのビクトリア町の視聴者。ディーリアスはこの町で育った。ディーリアスは、ロンドンの北北西、約2 5 0トルに位置するヨークシャーの、ブラッドフォードに生まれた。先例名は、フリッツ・シーオド・アルバート・ディーリアスで、彼は40歳になる頃まで使用していた。両親は、ユリウス・デリウスとエリーゼ・パウリーネで、 フレデリックは四男十女の兄弟の次男、四番目であった。彼の両親の生まれは、ドイツ、ベストファーレンのビーレフェルトで、オランダ系の血筋であったが、ドイツ国内のライン側の近くの土地に定着して、数世代を経ていた。ユリウスの父のエルンストフリードリヒデリウスは、ナポレオン戦争時に、ブリフヘル元帥の指揮下で従軍していた。ユリウスがイングランドに移り住んだのは、 羊毛商人として一旗あげるためであり、1850年に帰化してイギリス国籍を取得していた。エリーゼとの結婚は1856年のことである。ディーリアス家は音楽一家であり、当時の有名な音楽家であるヨーゼフ・ヨアヒムやカルロ・アルフレード・ピアッティなどが来客として訪れ、演奏を披露したこともあった。ドイツの家系に生まれながらも幼いディーリアスは、 ドイツ・オーストリア系のモーツアルトやベートーベンではなくショッパンやグリーグラの音楽により強く惹かれており、この好みは生涯にわたって続くこととなった。ディー・リアスが受けた最初の音楽教育はハレ管弦楽団のバウアー・ケラーによるバイオリンの指導であり、そのゴリーズのジョージハドックの下でさらに発展的な教育を施された。彼は高年バイオリンの教師として仕事ができるほどに、 バイオリンの腕を上げていたが、最も楽しみを見出していたのはピアノに向かって即興演奏をすることであり、彼が初めて音楽で我を忘れる体験をしたのは、ショパンのワルツであった。1874年から1878年にかけて、デーリアスは、ブラッドフォードグラマースクールで学んでおり、やや年長の学生には、テノール歌手のジョン・コーテスがいた。その後、 彼は1878年から1880年の間にアイザルワースのインターナショナルカレッジで学んだ。学生としてのディーリアスは理工でも勤勉でもなく、カレッジがロンドンに程よく近かったために、コンサートやオペラに足を運んでいた。父のユリウスはフレデリックが家業の羊毛業で、一角の活躍ができるものと考え、続く3年間は彼に仕事をさせようと必死の、 説得を試みた。ディディアスの最初の仕事は、グロスタシャー、ストラウドにある商社の代表で、ここで彼は程よく仕事をこなした。同じくケムニッツの会社の代表として送られてからの、彼は職務を放棄して、音楽の中心であったドイツに向かって、ハンスジットの下で音楽を学ぶことを選んでしまう。そこで、父は彼をスウェーデンへと向かわせるが、ここでも彼は、 商売より芸術に興味を向け、ノルウェーの劇作家であるヘンリック・イップセンやグンナー、ヘーベルグの影響を受けることになる。飲酒的な価値観に反旗を翻したイップセンに感化され、ディーリアスはますます商売の道とは疎遠になっていった。次に彼が送られたのはフランスの会社であったが、彼は頻繁に仕事を休んではコートダジュールへ出かけていた。ここまで来ると、 父のユリウスも息子が一家の家業を継ぐ見込みはないことを悟ったが、それでも彼は息子を音楽の道に進ませることには反対の立場であった。彼は代わりにオレンジのプランテーションを運営させるべく息子をアメリカへと送り出したのである。空のグローブにほど近いフロリダのセント・ジョーンズ側、ディー・リアスはここの農園の音楽から霊感を受け、いくつかの初期作品を作曲した。 アメリカ行きというアイデアがユリウスのものだったのかフレデリック本人のものだったのかは明らかではない。フロリダの大きな不動産会社はブラッドフォードなど英国内にも支社を持っていた。そこで当時のフロリダで書かれたディーディアスに関する論文においてウィリアム・ランデルが推測するところでは父のユリウスがブラッドフォードの事務所を訪れてわがまま息子を オレンジ裁判のために送り出すことを思いついたか、フレデリック本人が、実家の養毛業から逃れる方策にこの案を父に、進言したか、両方の可能性が考えられるとしている。D. リアスがフロリダに滞在していたのは1884年の春から1885年の秋までの期間で、ジャックソンビルに近いセント・ジョンズ川牛市の空のグローブの、プランテーション農場に寝泊まりしていた。 ここでも、やはり彼は音楽に夢中なままで、ジャクソンビルで出会ったオルガン奏者のトーマス・ウォードから、大宝と作曲などの音楽理論の指導を受けるようになった。後年、ディリアスは、自分が受けた教えの中で有用だったものは、ウォードのものだけだったと述べている。ディリアスは後になって、空のグローブでの住まいを、掘った手小屋と表現するのを好んだが、建物は4部屋を有する。 大きなコテージであり、彼が来客をもてなすのに十分な空間があった。ウォードをはじめ、ブラッドフォードからの旧友のチャールズ・ダグラスや兄弟のエルンストも時折ここに滞在した。川から吹き込む風と多くの木でできる木陰のおかげで同こした夏の暑さから守られ、この家は住み心地のいいものであった。ディーリアスはオレンジの栽培という仕事にはほとんど目もくれず、 音楽へ寄せる興味を探求し続けた。ジャクソンビルにはヨーロッパ出身の者のにとっては豊かであると思われるような一風変わった音楽が根付いていた。ランデルが記すところによると地元のホテルではアフリカ系アメリカ人の球児たちが歌詞を兼業しており、日常的にパトロンのためにまた通行人相手に歌を披露していた。これらがデーリアスが黒人霊下に触れるきっかけとなった。 加えて、船舶の所有者は、看板員らに、仕事中に歌を歌うことを奨励していた。昼夜を問わず、蒸気船が近くを通ると水面を越えて、空のグローブの彼のベランダに届く、芳順で透き通った歌声。ディーィアスは聞こえてくるそれを決して忘れることはなかった。これ以上の環境は想像しがたい。それほどまでに作曲に適した、そしてオレンジの栽培に不向きな環境であった。 フロリダ在住中にディ・リアスは最初の作品を出版している。ズンカーニバルと呼ばれるピアノのためのポルカである。1885年の暮れ、空のグローブで任されていた管理人の職を離れ、バージニア州のダンビルへと引っ越した。それからは彼は完全に音楽のみに打ち込むことになる。地元の新聞の広告にこういう文言が掲載された。フリッツディリアスが間もなく、 ピアノ、バイオリン、音楽理論、作曲の指導を開始します。授業は生徒の家庭で行う予定です。期間は常識的範囲。ディーリアスはフランス人やドイツ人にもレッスンの呼びかけを行っていた。ダンビルは音楽が栄えた町であり、彼の初期作品もそこで公開演奏されるなどしたのである。エドバルド・グリーグ彼はディーリアスの初期作品に 大きな影響を与えた1886年になり、父親のユリウスも、ようやく音楽の道に進みたいという息子の希望に、答え、ディーリアスが正式な音楽教育を受けられる洋楽費を出した。ダンビルを離れたディーリアスはいくつかレッスンを行うためにしばらく、ニューヨークに泊まった後、ヨーロッパへと戻った。ドイツへ向かった、彼は、ライプツィヒ音楽院へと入学する。 音楽の中心都市ライプツヒでは、ニキシュやマーラーが歌劇場で指揮をし、ブラームスやチャイコフスキーがゲバントハウスで自作を披露していた。音楽院でライネッケの下でピアノを学んだものの、あまり進歩のなかったディーリアスであったが、ザ・ロモン・アーダス・ゾーンは、彼の勤勉さと対応法の理解を称賛していた。また、ディーリアスは、ハンス・ジットからの指導も再び受け始めていた。 ディーリアスの早くからの電気作家であった作曲家のパトリック・ハドリーはディーリアスの演熟期の音楽には一部の弱々しいパッセージを除いてこのようなアカデミックな教育を受けた痕跡は見当たらないと述べている。ディーリアスの成長にとってはるかに重要だったのはライプツヒレ・クリーグに出会ったことであった。クリーグはさきのオードと同様にディーリアスの潜在能力を見抜いていた。 1888年春、ジットは3人の聴衆のためにディーリアスのフロリダ組曲を演奏した。3人とは、グリーグ、シンディング、作曲者自身である。グリーグとシンディングは熱狂し、ディーリアスを親身に支えるようになった。1888年4月のロンドンでの会食の席で、グリーグはユリウスに対しディーリアスが将来音楽で地位を築くと納得させたのである。 1888年にライプツヒを後にしたディー・リアスはおじのテオドアのいるパリへと移った。おじは彼を招き入れて社会的、金銭的な面倒を見た。以降の8年間でディー・リアスはストリンドベリ、ムンク、ゴーギャンといった多くの作、フローラン・シュミットがディー・リアスのオペラの最初の2作品、イルメリンと魔法の泉オピアのように編曲しているものの、 彼にはフランスの音楽家との交流はほとんどなかった。その結果、彼の音楽がフランスで知られることはなかった。ディ・リアスの電気作家のダイアナ・マクベイが述べるところでは、この数年の間ディ・リアスは魅力的で心優しく自然体、そして高色な人物と知られていた。一般的に彼が後に健康の崩壊につながる梅毒に感染したのは、 この時期のことであると信じられている。ディーリアスのパリ時代は音楽的には多作な時期であった。公共詩、いただきにて、は1891年にクリスチャニアで、1894年にモンテカルロで演奏された。グンナー・ヘーベルグは1897年に自作の演劇、フォルケラ・デッド・へのフズ・音楽を彼に移植している。また2作目のオペラ、 魔法の泉をプラハで上演できることになったものの、公演はどういうわけか実現せずに終わった。この時期の作品には他に幻想序曲、丘を越えてはるかにと、還元学のための変奏曲、アパラチアがある。フォンテーヌ・ブローの森で犬を散歩させる画家1882年、ルノワールが1897年、ディー・リアスは、ドイツ人の画家である、イエルカ・ローゼントであった。 彼女は後に彼の妻となる人物である。プロの絵描きであったイエルカは、オーギストロダンとも親交があり、パリで開催される美術展のアンデパンダン展でも常連であった。彼女はすぐさま若き作曲家の作品への称賛を明らかにし、ドイツの哲学者ニーチェやグリーグの音楽への情熱を共有する二人は惹かれ合っていった。イエルカは、パリから64キロ、 コンテーヌブロートの境に地点に位置するグレシュル・ロワン村に家を購入した。ディーリアスは彼女を訪ねてその地に向かい、一時フロリダへと戻った後は移り住んで彼女と暮らすようになった。二人は1903年に結婚し、ディーリアスはその後第一次世界大戦中にドイツ兵が進軍してくる危険に見舞われた一時期を除き、生涯遅れで過ごした。ディーリアスはこの頃から 英国式にフレデリックと名乗るようになった。彼らの結婚生活は一般的なものではなかった。当初、夫婦の主な収入はイエルカの稼ぎであり、二人には子供がおらず、さらにディーリアスは夫として信頼のおける人物ではなかった。イエルカは夫の愛人関係にしばしば頭を悩ませていながらも、その献身的な態度が揺らぐことはなかった。同年、 ディーリアスは自作を支援してくれるドイツ人の被護者と巡り合うことができた。エルバーフェルトの指揮者であるハンス・ハイム、フリッツ・カッシーラー、アルフレート・ヘルツとデュッセルドルフのユリウス・ブーツである。ハイムは1897年11月3日に彼の丘を越えてはるかにをドイツ語のタイトルで指揮しており、これがドイツ国内におけるディーリアス作品の最初の演奏であったと考えられている。 1899年にはヘルツがロンドンのセントジェームズホールでディーリアスの楽曲による演奏会を催し、そこでは丘を越えてはるかに合唱曲サラトゥストラの夜の歌とオペラ、コアンガからの抜粋が演奏された。ロンドンでのオーケストラコンサートがまだ珍しかった当時にあって、この出来事は名の知られていない作曲家にとっては類いまれな機会であった。 演奏開票は前向きなものであったが、再びディリアスの作品が英国のコンサートホールで聴かれるのは1907年になってからのことである。還弦楽曲、パリ、大都会の歌が1899年に完成し、ハイムに捧げられた。ハイムはこれを1901年12月14日、エルバーフェルトにて初演している。この公演について、地元の新聞がいくらか、 批判的な評価を寄せている。この表によると、ディーリアスは聴衆をバスに乗せて、パリの夜の名所へ、次々と連れ回すものの、彼は、我々が、大通りのカフェで豊かなジプシーの音楽を聴くことを、許してはくれない。常に、シンバルとタンバリンが、大体二つのキャバレーから同時に聞こえてきてしまうので、ある。この作品は、その後一年経た,たのうちに、ベルリンで、 フェルッチョブゾーニの式によって再演されている。この時期に行われたディーリアスの作品の初演は大半がハイムもしくはその仲間のドイツ人式者らによって行われた。1904年にはカシシーラーがコアンガオ初演、同年にはエルバーフェルトでピアノ競争曲派単長が初演され、デュッセルドルフでは還元楽曲生命の踊りが初演された。デュッセルドルフでは 翌年にもアパラチアの初演が続いた。合唱曲、海流は1906年の S 戦、オペラ、村のロメオとジュリエットは1907年のドイツで初演を迎えた。ディーリアスの名声は第一次世界大戦まで衰えることはなかった。1910年には教師曲、ブリックの定期誌がドイツの36の異なるオーケストラによって演奏されている。 ディー・リアスの肖像画1912年イエルカが1907年までにはドイツ各地で作品が取り上げられたことによってディー・リアスはビーチャムの言葉を借りるならば年が進むにつれて傘が増す繁栄の波の上に危なげなく浮かんでいたヘンリーウッドは同年にピアノ競争曲の改訂版の初演を行っているまたこの年にはフリッツ・カシ,シーラーが ロンドンで式台に登っており、ある演奏会では、ビーチャムのニューシンフォニーオーケストラを指揮して、アパラチアを披露している。この時まで、ディーリアス作品を耳にしたことがなかった、ビーチャムだったが、これに驚愕してその後の生涯にわたって、ディーリアスの音楽に浸水することになった。数週間後の1九百八年一月十一日、リバプールにおいてビーチャムは、還元楽のための野奏曲、 やっぱり大都会の歌のイギリス初演を行った。その年の暮れには、ビーチャムはブリックの定期詩をロンドンの聴衆に紹介し、フェルナンデス・アルボスが生命の踊りを取り上げた。1909年、ビーチャムは4人のソリストと2軍の合唱、大オーケストラのために書かれたディーリアスの演奏会楽曲でも最大規模で最も野心的な人生のミサを 初めて全曲演奏した。この曲は、リヒャルトシュトラウスの、サラトゥストラは、こう語ったと同じニーチェの作品に基づいていたが、シュトラウスの作品を完全な失敗作とみなしていた、ディーリアスは、彼の作品とは距離を置いていた。一方のシュトラウスも、エルガーを称賛しながら、ディーリアスを認めようとはせず、ディーリアスに対し野奏曲、パリを指揮したくないと伝えていた。私には、 公共的発展が乏しすぎるように見受けられ、さらに、シャルパンティへの真似事のように思われる。20世紀初頭に作曲されたディー・リアスの楽曲には、彼の作品の中でも、最も人気を獲得した作品が含まれる。ブリックの定期誌、夏の庭で、川物夏の夜、春初めての格好の声を聞いてなどである。これらに関してマクベはこう述べている。 これらの見事な墓歌を聞けば、ほとんどの場合、作曲者がドイツの血筋を持ち、フランスに居住した人物であるにもかかわらず、イングランドという言葉が思い浮かぶ。1910年に、ビーチャムは、ロンドンのロイヤルオペラハウスで、オペラシーズンを模様した。彼は、自らの一家の巨額の資金を背景に、採算を度外視して、集客の見込みが薄い演目もいくつか取り上げた。 村のロメオとジュリエットなどである。演奏開票は概ね恩恵なものであったが、タイムズ氏は曲の還元学的側面を称賛しつつ、こう批評した。ディーリアス氏には、声楽のために劇的な曲を書く感覚が極めて乏しいようである。曲には非常に美しい瞬間があるものの、楽劇としては効果的に書かれていないという点については、他の批評家たちも賛同している。 第一次世界大戦の最中には、デ D. イリアスといえるかは、敵襲を避けるためグレを離れた。二人は、イングランド南部にカ住リズマイを設け、デ D. イリアスはそこで作曲を続けていた。1915年発行のミュージカルタイムズ誌には、デ D. イリアスを称賛する作曲家、ピーター・ウォーロックのコメントが掲載された。それは、以下のようなものである。彼はこの国では、音楽家として、 公的な職には何もついていない。彼は音楽院等で教弁を取るということもなければ、音楽教授や博士の名誉に預かってすらいない。彼は演奏会を開きもしないし、自分の音楽を宣伝することはない。オーケストラの指揮もしなければ、公に楽器を演奏することもないのである。ウォーロックはディリアスを一心に自作へ集中する、作曲家であると記述している。 ディー・リアスの音楽には、外面的な視点が存在しない。自らの存在の奥底で、彼の音楽に、彼の音楽を感じるか、または何も感じないか、このどちらかしかない。ビーチャム氏の指揮する場合を除き、彼の作品の超一流の演奏に出会うことが、滅多にないのは、一部には、こうした理由もあると思われる。ディー・リアスの戦時中の主要作品の一つである、レクイエムは、 戦争に散ったすべての若き芸術家の思い出に捧げられている。この作品は伝統的なキリスト教の典礼には全く乗っ取っておらず、死後の生命や祝祭といった概念を避ける代わりに半神論的な自然の再生を歌っている。1922年のロンドンにおいて指揮者のアルバート・コーツがこの曲を演奏した際には、無信仰な内容が一部の信心深い人々の 反感を買った。こうした批判的姿勢は、D、ディーリアスの死後もくすぶり続け、イギリスで、レクイエムが次に演目に登ったのは1965年になってからのことで、1980年までに世界中でもわずか7回しか演奏されなかった。ディーリアス作品が日常的に取り上げられていたドイツでは、大戦の勃発と共に演奏されることはなくなり、元に戻ることはなかった。 にもかかわらず、ヨーロッパ大陸の作曲家には変わらず、彼を支持する者もいた。ビーチャムが残した記録によれば、バルトークやコダーアイは、ディーリアスを称賛しており、特に前者は、自作をディーリアスに送って、意見を求めると同時に、ハンガリーやルーマニアの大衆音楽に興味を持たせようとすることが習慣となっていたという。ビーチャム終戦までに、ディーリアスと言えるかは、 グレに戻ってきていた。彼には1880年代に感染したと思われる梅毒の症状が現れ始めており、1910年には第3期と診断されていた。彼はヨーロッパ中の医師を訪ねて治療を受けたが、1922年までには日本の杖で歩行するようになり、1928年には全身麻痺を起こして、ついに失明してしまう。 その間の1923年には、イエルカの手助けにより、バイオリン・ソナタ第2番を作曲している。彼に、戦前のような映画が、再び訪れることはなかった。治療にかかる費用は追加の出費となり、視力を失った、彼にとって困難となった創作活動は、中断を余儀なくされていた。また、大陸では、彼の作品が演奏されなくなっていたため、 著作権収入も減少していた。ビーチャムは彼らにそっと財政的援助を行っており、また音楽家の講演をしていた、作曲家のヘンリー・バルフォア・ガーディナーがグレに絵を購入し、デ D リアスと言えるかが賃料を払わず、暮らせるようにした。ビーチャムは1920年から1923年にかけて一時コンサートやオペラの舞台から退いていたが、1920年には、 コーツが高い丘の歌を初演。ヘンリー・ウッドとハミルトン・ハーティが、クイーンズ・ホールやハレカン弦楽団の演奏会に、ディー・リアスの音楽を取り上げた。ウッドは1920年に、バイオリンとチェロのための競争曲、1923年には、夜明け前の歌と、ダンス・ラピソディ第2番のイギリス初演を手掛けている。ジェームズ・エル・ロイ・フレッカーの擬曲、ハッサンへの付随音楽が、 ハーマジェスティーズシアターで281回の上演回数を数え、これによってディーリアスは金銭的、芸術的に成功を収めた。その後ビーチャムが復帰したことにより、ハドリーのことによればディーリアスは彼の最も熱心な支持者たちも思い描いたこともなかったような人物、つまり真に大衆的な成功者となった。ハドリーは特に ビーチャムが総監督となって1929年にクイーンズホールで行われた6日間に及ぶディーリアス音楽祭を引き合いに出している。これには作曲者自身も車椅子で出席していた。読唱や合唱が含まれていようがいまいが彼の還元楽表現の息が奏でられホールは満員となった。ボーロックが6つの演奏会のうち3つについて詳細なプログラムを作成し ビーチャムの音楽祭の運営を補佐した。音楽祭では、室内楽曲や歌曲をはじめ、村のロメオとジュリエットからの抜粋、ピアノ競争曲やバイオリン競争曲が取り上げられ、声楽曲、シナーラと、サリゆク、ツバメの初演が行われ、人生のミサで、閉幕となった。マンチェスターガーディアン紙の音楽批評家、ネビル・カーダスは、音楽祭の期間中にディー・リアスと会っている。 彼は作曲者の体が蝕まれていることを記しつつも、彼には惨めなことなど何もなかった彼の表情は力に、道知存在で、そこに刻まれたあらゆるシワは,は彼の大胆不敵な生き様を物語っていた。としている。カーダスによれば、ディーリアスは明らかなヨークシャー地方のアクセントで自分たちの心の中を恐れるような人々が書いたイギリス音楽の大半は二度と聞くべきではない。 薄っぺらな音楽として忘れてしまったと語ったという。イギリスの若いディーリアスファンであったエリック・フェンビーは、ディーリアスが言えるかに口述することで作曲をしようとしていることを知り、無償の筆記者として彼に奉仕することにした。1928年からの5年間、彼はディーリアスの下で働き、ディーリアスが口で伝える新曲を書き留めるとともに、 以前の作品の工程作業も手伝った。彼らが二人で制作したのは、シナーラ、サリウークツバメ、夏の歌、バイオリン・ソナタ第3番、歌劇、イルミリンへの前奏曲と、30年前に作曲された、短いオペラ、赤毛の丸号の曲を再利用した、伝園詩曲などである。マクベイは、イエルカに捧げられている、ウォルト・ホイットマンの詩をもにした、還元楽伴奏合唱曲。 国別の歌を両者の最大の共同制作に位置づけている。この時期に生み出された他の曲には、イギリスの著名なチェリストであるベアトリス・ハリスンのために書かれたカプリースト、エレジー、ディー・リアスがフェンビーに捧げた小規模な還元楽曲、幻想的部曲がある。不可解な旋律で開始されるバイオリンソナタ第3番は、彼らの仕事のやり方が、 まだ出来上がる前にデーリアスがフェンビーに口述しようとしたものだった。フェンビーは当初戦律を拾い上げることができず、デーリアスは彼に対して、坊やはよろしくない単純なメロディーすら書き取ることができないのか、と思ったのだった。フェンビーは後年デーリアスと共に働いた経験を本にまとめている。そこで語られている詳細の一つにデーリアスが クリケット愛好家だったという話がある。二人は、オーストラリアのクリケットチームがイギリスを訪れて、現地のチームと対戦した際には、高い関心を持って、これを見守り、また子供の頃に試合で活躍した話をしては、うつろな状態だったイエルカを楽しませた。有名作曲家の楽曲で、公開演奏がなされる前に録音によって、まず聞かれることになった初めての例は、デーリアスの 歌と踊りであった。この曲は1915年に作曲されたが、演奏の機会に恵まれなかった。1929年に、ウォーロックがビーチャムを説得し、5月7日に録音が行われたが、初演されたのは10月16日になってから、ロンドンのエオリアンホールでのことだったリンプスフィールドのセントピーター教会彼ら二人が死去する前年の1933年、自作の バイオリン競争曲を指揮するため、空路パリに向かったエルガーが、グレノ・ディディアスの元を訪れた。ディー・ディアスは外して、エルガーの音楽を称賛してはいなかったが、お互いを気に入った二人の間には、1934年2月に、エルガーがこの世を去るまで温かい所感のやりとりが、交わされる。エルガーは、ディー・ディアスについて、詩人であり、空想家であると記している。 ディーリアスは梅毒による脊髄老に苦しみ、1934年6月10日、72歳でグレに没した。彼は自宅の庭に埋葬してほしいと願ったが、フランスの当局の許可は降りなかった。代わりに彼が希望したのは無神論者でありながらも、イングランドの南のどこかの町の教会の敷地で、人々が野生の花を摘んで備えられるところへの埋葬であった。 この時イエルカは、容体が悪く、イギリス海峡を渡っての旅に耐えられそうになかったため、ディーリアスは一時的にグレの地方墓地に葬られることになった。1935年5月、イエルカは、イングランドへの旅を行い最埋葬に、出席できるだけの体力を回復したと感じていた。ロンドンから約3 0トル南に位置するサリー、リンプスフィールドのセントピーター教会が選ばれた。 旅の途上で、イエルカは、病にかかり、到着後すぐ、ドーバーの病院に収容、次に、ロンドンのケンジントンにある病院へと搬送されることになり、5月26日に行われた、栽埋葬に立ち会うことができなかった。深夜に取り行われた式典について、サンデーディスパッチ氏は、見出しで、揺らめく、明かりの下、サリーの境界墓地に60人が集うと報じた。 教区士官代理の祈りの言葉は次のようなものであった。神の慈愛の中旅立たれる魂が平和の中で休まれんことを。イェルカは2日後の5月28日にディー・リアスの後を追った。彼女も夫と同じ墓の中で眠っている。ビーチャムはもともと1961年にサリーの別の場所に埋葬されたが、1991年に ディーリアス夫妻の墓地よりほど近い場所に再埋葬された。ディーリアス1903年1929年のロンドンでの音楽祭の後、タイムズ氏の音楽批評家がディーリアスについてこう記している。どの学派にも属さず、いかなる伝統も継承せず、音楽の形式や内容、様式的には他のどの作曲家とも異なっている。しかしながら、この際立って独立的で、 個性的な語法は、彼が多くからの影響を吸収してきた長い修行期間の賜物なのである。ディデリアスが後に断言したところによると、彼の芸術が築き上げられる過程において、最初の重要な経験となったのは、空のグローブで川を下って、彼の耳に届くプランテーションの歌だった。これらの歌がまずはじめに自分を音楽での自己表現へと借り立てたのだと、彼はフェンビーに語っている。 フェンビーはこれを受けて、ディーリアスの初期作品の多くが、黒人霊化や、フォークソングを忍ばせるものであり、還元楽によってはそれ以前には聴かれることの、なかった、また以後も、滅多に聴かれない音であると記述している。ディーリアスは、アメリカ滞在以前から、黒人音楽に親しんでいた可能性がある。1870年代に、テネシー州、ナッシュビルの歌手グループであるフィスク・ジュビリー・シンガーズが、 イギリスやヨーロッパに演奏旅行に訪れており、ブラッドフォードで催したいくつかの演奏会も非常に好評を博していたからである。ディーリアスが1933年にエルガー宛にしたためた手紙には黒人の農場労働者の美しい音声の和音と書かれており、彼は無意識にフィックス団が歌った霊歌について書いていたのかもしれない。ディーリアスはライプツィヒで、 ワーグナーの熱心な信奉者となり、ワーグナーの無限旋律の技法を習得しようとしていた。ディーリアス学者のクリストファー・パーマーによれば、息の長い旋律を作り上げるディーリアスの能力は、彼がずっとワーグナーから借り受けていたものであった。ワーグナーからは、反音階的火星法による、果てなく増してゆく、音の感能性の知識も習得していた。しかし、ディーリアスに、 他の誰よりも最も大きな影響を与えたのは、クリーグであった。この、ノルウェーの作曲家は、ディーリアス同様に自然及び民謡から着想を得る人物であり、ディーリアスの初期作品を少なからず、特徴づける、ノルウェー風の味付けは、クリーグに触発されてのことであった。音楽ライターのアンソニー・ペインはこう考えている。クリーグの、軽やかで非発展的な半音階の用法から、 ワーグナーの重荷を下ろす方法を見出した。ディーリアスは、最初期にはショパンから影響を受けており、その後は、同時代のラベルや、リヒャルト・シュトラウスから、そして、ブリックの定期誌にディーリアスが注目するきっかけを、作った、ずっと年少のグレインジャーが着想の源となった。パーマーによると、ディーリアスが方向性を見定めるにあたって、フランスの同時代人であるドビュッシーを参考にしたか、 田舎は、議論の余地の残るところである。パーマーは、両者の間に美的感覚の類似点を見出しており、また両者が性格面、熱意面のいくつかの点で共通することを指摘している。二人とも初期には、クリーグの影響を受けており、ショパンを称賛していた。また、海を音楽で描写したということ、歌詞を持たない声楽の仕様ということでもつながりを見せる。パーマーによれば、 ブリックの定期誌の開始部分はディーリアスの中でも最もドビュッシー的な瞬間である。ドビュッシー自身は1901年3月16日のディーリアスのソプラノと還元楽のための2つのデンマークの歌の演奏開票としてこう記している。曲は非常に完美で淡い。裕福な隣人が病から脱しようとするときにいたわるような音楽である。一方のディーリアスは ドビュッシーの還元落法を称賛しつつも彼の作品は戦慄を書いていると考えていた。後者のような意見は D ・リアス自身の音楽にも頻繁に向けられるものである。しかしながらフェンビーは D ・リアスが大衆の好みを軽視していたことを認めつつも心地よい楽曲の形で大衆に望みのものを提供するような D ・リアスの 戦慄的で詩的な三文に注目を促している。ペインの述べるところによれば、ディー・リアスは初期の印象的なスタイルから出発し、創造的なキャリアを経て、容易に見分けられる他の誰の作品とも違うスタイルへとたどり着いた。彼は次第に自分らしい音を見出していき、意欲的な未熟期に作り上げた方法論をペインの認識するところの、 1920年代から1930年代にかけてオックスフォード大学出版の音楽編集者だったヒューバート・フォスは以下のように書いている。ディ・リアスは楽器の基地の性能から音楽を作るのではなく、むしろ響きを第一に考えた上で、そうした特定の音響を生み出すような方法を探ったのである。ディ・リアスが様式的に完成に至ったのは1907年。 頃であり、この時期に彼は名声をものにした一連の主要作品に着手している。ホスはディーリアスが、そなた形式や競争曲形式などの伝統的な形式を拒絶していったことに彼のさらなる成熟を認めている。ホスはディーリアスの音楽が建築ではないのは確かであり、絵画、特に天平で描かれたものにより近い、と述べている。絵画との類似性については、 ネビル・カーダスも同様に論じている。名声を得るまで、編集ディーリアスの最初期のの還元楽作品は、クリストファー・パーマーのことによれば、仮に魅力的だとしても、正規のない水彩画家の作品であった。組曲、フロリダは、グリーグとアフリカ系アメリカ人の腕利きによる組み合わせであるが、最初のオペラである、イルメリンにはディーリアス作品だとわかるような箇所が一つもない。 火星や天頂は、印象的で、ワーグナーとグリーグからの影響が、色濃く見られる。ペインは1895年以前に書かれた楽曲に、長く、興味をそそるような作品は、全くないと言い切っている。最初に、様式感の進歩が明らかとなるのはオペラ、コアンガであり、そこでは、豊かさを増した火星が、より素早い変化を見せる。これにより、ディーリアスの、間もなく、 鉱脈を掘り当てるのが確実な方向へ向かっている感覚を知ることができる。パリ、大都会の歌では、リヒャルト・シュトラウスの還元楽法に習っているが、ペインは、計画が静かな、美しさを称えながらも、後の作品のような深い個人的没入には、欠けるとしている。D リアスの駆け出し機の最後の作品となった、パリは、ホスの記すところでは、D リアスの音楽絵画の中で、 最高でないにしても最も完成された作品の一つである。村のロメオとジュリエットの元になったゴッドフリート・ケラーの原作に添えられた基本画に描かれた若い恋人たちパリの後に書かれた各主要作品において、そうした楽曲の中で最初のものは村のロメオとジュリエットである。これは幕とバからなる一般的なオペラの形態からは離れて、 絵画的描写の移り変わりの中で悲劇的な愛の話を語る音楽劇である。音楽的には終練期に書かれた初期オペラ作品からの著しい様式的進歩が見られる。楽園への道として知られる幕愛曲についてウォーロックは死すべき運命のあらゆる悲劇的な美しさが圧倒的でほとんど耐え難い辛辣さを持った音楽へと集められ注がれる。 様を表すと記した。この作品において、ディーリアスはこれ以降の彼の作品のすべてを特徴づける音の量を実現し始めた。ディーリアスの音楽はしばしば形式と旋律を持たないと考えられている。カーダスは大事の要素になっていないにしても旋律は豊富にあり、移りゆく火星の中を漂い旋律自身を紡いでいると論じた。カーダスはこの特徴について、 他にはドビュッシーのみが有するものだと考えている。ディーリアスの次なる作品、アパラチアでは、後年の作品で繰り返し現れる、さらなる特性が盛り込まれた。それは、歌詞のない声楽の気学的な仕様であり、この曲の場合は、空のグローブでディーリアスに霊感を与えた、遠くの農場の歌を表現している。ペインは、アパラチアには、 技法上限られた進歩しか見られないと論じているが、フェンビーは、ある還元学のパッセージが、ディーリアスの大自然に見られるすべての命あるものの儚さという考えを初めて表現したものだと特定している。この作品以降は、単にパッセージにとどまらず、各作品全体がこの考え方によって、形作られていくことになる。ディーリアスのキャリアの転換期は、 次の三つの声楽作品で終わりを迎える。海流、人生のミサ、日没の歌の三作である。ペインはこれらがそれぞれ、デーリアスの様式が完全に成熟した形で姿を表そうともがいている傑作であると敬意を表した。フェンビーは、人生のミサが、デーリアス作品の一般的な系譜からは、外れたところに位置しており、他のどの曲とも異なる、広大な幕合であるが、それでも、 彼の発展においては不可欠な要素であると記している。完全なる開花、編集、ブリックの定期誌は、ディーリアスのスタイルの完成を知らせる作品である。ここでは、彼が音の詩人でるという事実を確固たるものにする小規模なオーケストラが初めて使用されており、ワーグナーやグリーグからの影響は、ほとんど完全に消え去っている。数年のうちに続く作品は、夏の庭で、 生命の踊り、川物夏の夜、春初めての格好の声を聞いてである。批評家の RWS メンドルはこれらの作品について以前の方通りの都市には欠けていた統合性と形態を有する見事な自然観察であると記述した。これらの作品はイギリスの演奏会では常連の演目となり、 そこに通うイギリスの聴衆の頭にディーリアスの音楽の性格を確立する助けとなった。しかし、アーネスト・ニューマンによると、これらの作品に注目が集まり彼のより幅広い作品群が無視される結果になったことで、ディーリアスにとっては利益となったのと同等に打撃にもなったという。これらの作品では、 10以上のパートに分割された弦楽器に対して木管楽器の旋律や装飾が合いの手を入れるというデーリアスの成熟した管弦楽の典型的な響きが聞かれる。北国のスケッチではデーリアスは弦楽合奏を12パートに分けており、ハープ、ホルン、クラリネット、ファゴットが生命の途絶えた冬の情景を喚起させる。ペインの見方ではこの北国のスケッチが ディーリアスの作曲技法の頂点を築くものであるが、フェンビーは、さらに後の公共誌、おとぎ話にその栄誉を譲ると考えている。この時期のディーリアスは、純粋な還元楽曲だけを作曲していたわけではない。彼は、最後となるオペラ、フェニモアとゲルダを書いている。この曲は、村のロメオとジュリエット同様に絵画的な形式となっており、彼の演熟したスタイルを示している。 この時期の合唱曲には有名なアラベスクと高い丘の歌があり、これらは関係のない和音を平地するという方法で書かれており、ディーリアス作品の中でも最も求心的なものとなっている。後者は完全に歌詞のない歌曲となっており、ウォーロックによれば現存する合唱曲の中でも最難曲に含まれるという。1915年以降、ディーリアスの興味は、 これらの作品の中から、ペインは2つの作品に焦点を当てている。不慣れなジャンルにおいても、ディリアスがいかに自らのスタイルに忠実であり続けたかを示す、バイオリン競争曲と、慣れ親しんだ、還元楽の味わいを持ちずに、メロディーによって成功を収めた、チェロソナタである。しかし、カーダスは、ディリアスの室内楽曲や競争曲は大部分が、 失敗作であるとの評価を下している。ペインによれば、1917年以降はビオーマに蝕まれたことで、ディーリアスの創作は、全体的に、量、質ともに低下していく。しかし、ペインは、不随音楽、発散を非難の的から外し、この作品にはディ、デーリアスの最高の仕事が含まれると考えている。最終期、編集1929年からの4年間、 フェンビーの助けを得た、ディー・リアスは二つの主要作品を生み出し、しばしば若い頃に書いて、未出版のままになっていた作品を掘り起こすなどして、いくつかの商品を書き上げた。主要作品のうち一作目は、彼が以前に、人生と愛の歌という題で収集していたスケッチに、基づく、還元楽曲、夏の歌である。この作品の新たな開始部を講述するにあたって、 ディー・リアスはフェンビーに想像してくれた前。ヒースのおい、これは口述の過程が穏やかで余裕に満ちたものだったという意味ではない、とフェンビーは言う。雰囲気は大抵荒々しく、神経がおかしくなるようなものだった。もう一つの主要作品は、ウォルト・ホイットマンの死に付した、特別の歌と題する楽曲である。こちらは、フェンビーにとってさらに驚くべき展望を持つ作品であった。 実に様々な方面への複雑な思考がしばしば一度にやってきた。オーケストラと声楽のバランスの問題、より広い範囲の誤解の可能性が組み合わさることによって各部分が終わるごとにディーリアスとスケットは疲れ果ててしまった。それでも両作品は1932年には演奏可能な状態に出来上がったのだった。この最後の合唱作品の音楽についてビーチャムは 狂人で、OC 世紀、人生のミサの偉大な合唱勝負の名残である雰囲気や性格があると書き残している。ペインはこの作品が、ほとんど、ホルストのような明快さの中に位置づけられ、活力を持って勝ち誇った楽曲であると記述した。ディーリアスが認知されるようになるには、時間がかかった。1899年、彼はすでに37歳となっていたが、 彼の作品の大半は未出版であり、大衆には知られていなかった。1894年2月25日に、モンテカルロにおいて、イギリスの作曲家の作品による演奏会が開かれて、D. リアスの公共詞、いただきにて、が演奏された際、ミュージカルタイムズ誌は次のように作曲者に序列をつけた。バルフ、マッケンジー、オークリー、サリバン、そして D. リアスというものだが、 彼のことはどうでもいい。モンテカルロでの講演は好評を博し、D リアスにはモナコ大公妃アリス・ヘインから祝福の手紙が送られた。ものの、これによってこの公共史や彼の他の作品の演奏依頼が来ることにはならなかった。D リアスは歌曲を60曲以上作曲しており、そのような歌曲が時折個々に声楽リサイタルで取り上げられていた。タイムズ氏の批評家はそれらを フリッツ・ディリアスの奇妙な歌と呼んで、次のような懸念を表明している。この作曲家が疑いなく有する力量は、誰かとの有能な音楽家の強制を受けてより良いものになったり、また適切に発展するようなことがあったりしてはならないものだ。グレシュル・ロワンのディリアス記念プレート1899年5月に、ロンドンのセント・ジェームズ・ホールで行われたコンサートについて、 ミュージカルタイムズ誌の評論家は一部の音楽の未熟さを指摘したものの注意を引きつけて話さなかった発想の大胆と男らしい力強さを称えた。しかしながら、ここでしかと評判を見せつけて、このイベントがかつてなかったと思われるほどに、ディーリアス作品のその後の演奏へと弾みをつけたにも、かかわらず、以後何年にもわたって、 ディー・リアス作品がイングランドで聴かれることはなかったとビーチャムは書き残している。ディー・リアスがより高く評価されていたのはドイツであり、彼の作品が次々演奏されて成功を収める様はビーチャムがディー・リアスの人気を唯一リヒャルト・シュトラウスに次ぐと記したほどであった。イングランドでは1907年10月22日にピアノ競争曲が クイーンズホールで初演され、ソリストのテオドールソンとの華麗さと、曲自体が持つ力に賞賛が集まった。この時を境として、ディーリアスの音楽は、イギリスとヨーロッパ大陸の両方で次第に、知られるようになっていき、彼の作品の演奏機会も増えていった。ビーチャムは1909年6月にクイーンズホールで、人生のミサの公演を行った。これは、 エルバーフェルトから聞きにいていたハンスハイムの心を捉えることこそなかったものの、ビーチャムの述べるところでは多くのプロ、アマチュアを問わぬ音楽家たちがこの曲をここ50年間に同ジャンルで書かれた曲の中で最も深い感銘を与え、独自性のある業績であると考えたという。にもかかわらず、批評家の中にはディーリアスの音楽が一般聴衆に対し、 魅力的に聞こえるかどうかに疑問を呈する者もおり、また一部にはよりはっきりと敵意を示す者もいた。1910年からは、ディーリアス作品はアメリカでも演奏されるようになった。ブリックの定期詩や、夏の庭で、は、1910年から1911年に、ウォルター・ダムロッシュ式による、ニューヨーク・フィルハーモニック還元楽団の演奏で取り上げられた。 1915年11月には再びニューヨークフィルハーモニックの演奏でグレインジャーがピアノ競争曲のアメリカ初演を行っている。ニューヨークタイムズ誌の評論家はこの作品には釣り合いが取れていないと記した。それは火星的には豊かだが色彩と美しさはひどく未熟でミニキーと言ってよいほどの演奏効果と組み合わされているという内容であった。 ディーリアスの有名作品群は、その後彼の生涯を通じて、イギリス国内外で演奏されたが、そうした演奏会はしばしば、B、ビーチャムの講演によるものであった。ビーチャムは、1929年10月と11月のディーリアス音楽祭でも主催者を務めている。タイムズ氏の批評家はこの音楽祭を振り返って、会場が満席であったことや、これまで別段人気が出るわけでもなく、 楽しまれてきた音楽に対して、一見熱狂が起こっているかのようであると記している。しかし同時に、このような新しい需要に、格好たる基盤があるのかどうか疑問を呈してもいる。ビーチャムは、ディーリアスの死後も、彼の作品の普及活動を続け、第2回の音楽祭が1946年に、第3回が、ブラッドフォードで1962年に、ディーリアスの生誕を祝うために開催された。 これらの演奏会が直面したのは、彼の音楽に対する一般聴衆の無関心であった。音楽学者のデリック・クックは1962年のディーリアス生誕100年祭の折以下のように意見している。自分の名誉を貶めてしまうという意味において、闇付きのディーリアスファンだと宣言することは、コカインやマリュファナの中毒だと認めるのとあまり変わらない。 ビーチャムは1961年にこの世を去った。彼は、フェンビーが、その時、ディーリアスの音楽が消えてなくなってしまうのを、もはや何者も救うことができないと、多くの人が思ったと記したほどに、ディーリアス音楽に特別に精通していた。しかしながら、他の多くの指揮者らもディーリアス音楽を支持してきており、またディーリアス生誕100周年からは、ディーリアス教会が、 ディーリアスの生涯と作品に関する、より広い知識を築き上げるという目標を、推し進めている。とはいうものの、彼の音楽が流行となったことは、かつてなく、それは支持者や批評家もしばしば認めるところである。ディーリアスの音楽は、しばらくしないと良さがわからないものではないかという意見に、対し、フェンビーはこう答えている。ディーリアスの音楽は後になれば良さがわかるというものでは、ない。 ある人は初めて聞いた時から気に入るだろうし、またある人には最初から最後まで受け付けられないものだ。それは決して多くの人に訴えかけるわけではないが、一部の人からはどんな時も心から愛されるような芸術なのである。2004年のディーリアス没後70周年に際してガーディアン氏のジャーナリストであるマーティン・ケトルは1934年にカーダスが論じた。 ディーリアスが技法的にも感情的にも得意な作曲家であるという意見を取り上げている。ディーリアスは古典的な形式を回避しているものの彼を単なる音色家、印象主義者、または筋書きのある音楽を作る人物とみなすのは間違いであるとカーダスは信じていた。カーダスは次のようにも書いている。ディーリアスの音楽の変わらぬ特徴は 静けさの中に情熱を想起させることだーリアスは、いかなる時も、美とは物事を熟考することで生まれるのだと思い出させてくれるのである。デーリアスへの4つ、ヨーアンバー・アーヒスコット作。この作品はデーリアスを叩いて、ブラッドフォード・イクスチェンジ広場に作られたものであり、1993年11月23日に除幕された。デーリアスは、死の直前、 将来自分の作品が演奏されることで得られる。著作権料は、若い作曲家の作品を紹介する、年次演奏会のために使われること、という内容の補足を一緒に書き加えていた。D. リアスは、この追加条項が法的効力を発揮する以前に、この世を去った。フェンビーによると、これに伴ってビーチャムが、未亡人のイェルカを説得し、 演奏会の案を破棄して著作権料をデーリアスの主要作品の編纂と録音に充てるよう彼女自身の遺書に書かせたのだという1935年のイエルカの死後に設立されたデーリアス基金はこの業務を監督するためのものであったイエルカの遺言で定められた通り基金の運営はその大部分をビーチャムが言った1961年にビーチャムが死去すると 基金の役員を補助するための相談役が任命され、1979年からは音楽家事前基金に運営が引き継がれた。基金の活動目標は当初より拡大されており、長年にわたりディーリアスと同時代の他の作曲家の音楽も推進できるようになっている。基金は2010年のロイヤルフィルハーモニック協会の若手音楽家作曲賞の共同出資者となっている。 1962年、ブラッドフォードで開催されたデーリアス生誕100年祭に参加したデーリアスの熱狂的なファンがデーリアス協会を設立し、フェンビーが初代代表となった。協会は約400人の会員を要し、基金とは独立してはいるものの近い形で活動を行っている。協会のおおよその目的は、 ディーリアスの生涯と作品に関する知識構築を増進し、作品の演奏や録音を奨励することである。2004年には、若い音楽家がディーリアスの音楽を学び、演奏することを促すために、教会は、毎年のディーリアス賞大会を設立して一等には、賞金千ンドを送っている。1984年には、ディーリアス基金がスポンサーとなり、 ディーズのグランドシアターにおいて、ディーリアス没後50周年を記念した村のロメオとジュリエットの記念碑的上演がオペラノースによって行われた。1968年に BBC テレビで、ケンラッセル監督の映画、ソング・オブ・サマーが放映され、イギリスにおいては、一般の人々の間にもディーリアスの生涯への関心が高まった。映画はディーリアスとフェンビーが、 協力関係にあった時期を題材としており、フェンビーも脚本の執筆に加わった。マックス・アドリアンがディー・リアス役、クリストファー・ゲーブルがフェンビー役、そしてモーリーン・プライアーがイエルカ役をそれぞれ演じた。アメリカでは空のグローブに小さなディー・リアス記念碑が建てられている。フロリダのディー・リアス組合は長年にわたってジャクソンビルで彼の誕生日を祝う祭りを 毎年開催している。ジャクソンビル大学では音楽家が毎年ディーリアス作曲賞を選定している。2012年2月にイギリスの国有郵便会社ロイヤルメールが発行した結出したイギリス人たちの切手セットではディーリアスが10人の中の一人として選ばれた。ビーチャムはディーリアスの革新者としての役割を強調している。ディーリアスの最良の点が彼が 古典的伝統を無視して独自の形式を創造した楽曲群において見出されることは疑いようがない。フェンビーもこれに続いて次のように述べている。まに重要な人物というのは我々の生命をより美しくするような新たな方法を発見する人である。フレデリック・ディー・リアスはそのような人物だった。パーマーの記すところでは ディーリアスの本当の遺産は聴衆に創造的な衝動を模様させ、生命の奇跡に対する気づきを与える彼の音楽の能力である。パーマーは、ジョージ・エリオットの詩、ザクワンやインビジブルを引き合いに出しつつ、こう結論づけている。フレデリック・ディーリアスは、その人生と作品によって、世界を住みよい場所に変える、そして、文字通りの意味で間違いなく、目に見えぬ、音楽隊。 ザクワイアインビジブルそのものの音楽は世界の喜びであるとして作られた本当の芸術家の仲間の一員である。ディーリアス作品の最初の録音は1927年にビーチャムが指揮をしてコロンビアレコードに行ったものである。曲目は村のロメオとジュリエットの感想曲である楽園への道春初めての格好を聴いてで演奏は ロイヤルフィルハーモニック協会管弦楽団であった。これがその後、ビーチャムの生涯にわたって続く、彼の一連の D ・リアス録音の始まりとなる。しかし、彼だけが録音を行っていたのではない。1929年から1930年にかけては、ジェフリーとイが、ブリックの定期史、夏の庭で、川物夏の夜そして、楽園への道を録音している。フェンビーは、 彼が初めてグレの家を訪れた際、イエルカがビーチャム式の春初めての格好を聞いての録音をかけていたと10回している。1934年式が迫るディーリアスにフェンビーはトイが式する夏の庭での録音をかけて聞かせた。これがディーリアスが耳にした最後の音楽だったとフェンビーは述べている。1930年代の終わりまでにビーチャムは 大半の主要な還弦楽曲と合唱曲のコロンビアへの録音を出していた。ソプラノのドーラ・ラベットによるいくつかの歌曲の録音では、彼はピアノ伴奏を受け持った。1936年までには、コロンビアと HMV がバイオリン・ソナタ第1番、同第2番、エレジーとカプリーストより規模の小さい商品の一部を発売した。オペラの全曲録音は、 第二次世界大戦後まで手に入らなかった。ここでもビーチャムが、今度は HMV と組み、先陣を切って1948年に、ロイヤルフィルハーモニック還元楽団、合唱団と、村のロメオとジュリエットの録音を行った。この曲は、その後、1971年に、メレディス・デイビスが EMI へ、1989年に、チャールズ・マッケラスがアルゴーへ録音しており、 1995年には、クラウス・ペーター・ザイベルがドイツ語版の録音を行った。かつて、ビーチャムの弟子であったノーマン・デルマーは、1985年に、BBC デジタルへ、イルメリンの全曲録音を行っている。フェニモア・トゲルダに関しては、1997年に、EMI がメレディス・デイビスの録音を再発売しており、同年には、リチャード・ヒコックスがシャンドスでドイツ語版を撮った。 全主要作品と多くの歌曲の録音は第二次世界大戦以降一定間隔を空けて再販を重ねている。これらの録音の再発売の多くはデーリアス教会との連携によって行われているものである。教会はデーリアス作品の録音に関して様々なディスコグラフィーを作成している。D. リアスは公共曲と宗教曲を除くべてのジャンルを作曲しているが、 一般的によく知られているのは自由な形式の還元楽曲である。中でも有名なのは春初めての格好の声を聞いてブリックの定期誌、楽園への道などであろう。このうち楽園への道は厳密に言えば過激、村のロメオとジュリエットの感想曲を指揮者トマス・ビーチャムが編曲したものである。その他のジャンルの器楽曲は上演や録音に恵まれていない。 ディーリアスは出身地であるイギリスにおいて特に高い評価を得ているが、それは指揮者トーマス・ビーチャムによるところが大きいと考えられている。ビーチャムはディーリアスの作品を率先して評価し演奏に取り上げており、1961年に亡くなるまでその姿勢を変えることはなかった。詳細はディーリアスの楽曲一覧を参照ディーリアスの晩年に、 筆記を務めたエリック・フェンビーが後にディーリアスについての著書を出版している。また、イギリスの映画監督兼ラッセルによって、フェンビーの書をもとにしたテレビ映画、ソング・オブ・サマーが制作されている。ありがとうございます。